スズメが集まってきてるのか。おお。どこから入ってきたんだ。窓は閉めてたはず。って、鍵はかけてなかったかもしれないが、って、そういう問題じゃないよな。よしよし、動くなよ。あれ？こいつよく見ると折り紙なのか？しかし、こんな朝から休みの学校に呼び出すなんて、何かの相談だとは思うが。マイ、待たせたな。いえ、お休み中のところすみません。それと、明けましておめでとうございます。ああ、おめでとう。って、スズメを通して見てたのか。それもいいえです。どうせ寝てるだろうなと思っただけです。あと、寝癖が残っていますから。まあいいじゃないか。それより、そちらは。はじめまして、舞ちゃんの姉の七瀬あゆむです。いつも舞ちゃんがお世話になってます。はあ、どうも。って、姉？舞の？あゆむ姉さんです。式神のタイマニンという名前を聞いたことはありませんか？それが姉さんです。
ナセ。ああ、そういえば。そうか、言われてみれば同じ名字で、能力的にはおかしくないわけか。お姉さん有名人だからね。驚かせちゃったかな、小太郎くん。いえ、そのご高名は金がね。それでそのお姉さん歩さんがどうしてここに。歩姉さんも今後特務中隊のサポートに入るそうなので。それで挨拶がてらに顔合わせか。それもあるんだけどね。どんな人なのかとか、身体能力がどのくらいなのかとか、いろいろ知りたくて呼んでもらったんだよ。ということらしいです。ほらね、聞くだけじゃわからないことってあるじゃない。話に聞く風魔小太郎くんがどんな子か気になって。話に？俺の話ですか？ちょ、歩姉さん何を言うんですか？噂の特務中隊、その隊長さんだからね。いろんな噂は聞くけど、実力はどうなのかなって。それじゃあ、準備はいいかな？実力って、まさか戦闘訓練ですか？そんなお堅いのじゃなくて、ただのお遊びだよ。よーい、スタート！ちょっと待ってください、話を。うわぁ！私が飛ばす式神をうまーくかわしちゃってね。あ、もし当たったら炭で落書きさせてもらいます。箱板じゃないんですから。くそ、仕方ない。やるね。これはお姉さんも本気を出さないとダメか。出さなくていいですって。くわっ。
まずい、視野を広く保たないと。おお、いいね。避けるだけじゃなく、避けるタイミングと場所、それに方向、周りをしっかり見られるよう気を使ってるね。まあ、彼もやるときはやる人ですから。おっと、舞ちゃんののろけが決まった。のろけじゃないです。何を言うんですか。うわっ、今度は足元から。えっ、なんでこいつだけヒヨコなんだ。え、なんか地雷を踏んだみたいだが、ぐわっ！やったー、当たりー。あ、威力は手加減してるから痛くないでしょ。た、耐えられなくはないですけど。うわっ、ぐい、ぎゃー。この野郎、グハーッ。決まった。よし、ボーナスチャンス、やっちゃえ。ほどほどにお願いします、あゆむ姉さん。分かってる分かってる、なんせ舞ちゃんの超超お気に入り。あゆむ姉さん、うんうん、なるほど。
それなりに鍛えてはいるけど、トップクラスのみんなよりはやっぱりバッチリだけど、こんなところでそこは見せないし、切り札もあるってところかな。さすが舞ちゃんのお気に入りくんだ。それはもういいです。それよりそろそろ終わりにしませんか。そうだね、とりあえず最初はこれでいいとして、はい、舞ちゃんも。え、私も書くんですか。舞ちゃんが書きたくないなら、お姉ちゃんが全部書いちゃうけどね。まあ、せっかくですから、書きたくないわけではないですし。はい、それじゃあレッツゴー。風磨くん、そろそろタイムアップだよ。お疲れ様。動かないでね。目に入っちゃったら大変だからね。すみません、失礼します。そう思うなら遠慮してくれ。いいか、前も書くのか。楽しそうに書くね。別に楽しんでいるわけでは。違いますからね、風磨さん。いや、もう何でもいいから早く終わらせて。